どうもやんです今日はですねいろいろなことがプラスに感じるということについてお話ししたいと思います。ちょっと近況報告としましてですね、えー、昨日、えー、ジョギングをねこうしました。で毎週、ね 1>, 1回から2回、1日から2日ぐらいはジョギングをするようにしているんです。それをしてたんですけども、9キロぐらい走った時点で,です、ね、9キロの距離まで伸ばした時点で,です、ね、左足首をちょっとぐねってですね怪がして、ちょっと1か月ほど走れなかったと。でそこからまた再開してです、ね、5キロの距離を走るようにこうしてて、2週間ほど5キロの距離を走ってたんですけど、昨日ちょっと距離を伸ばして7.8キ 8キロという、ねえー、距離で走ったらですね体力的にはというかその呼吸とかそういうのでいうと楽に走れてるんですけど足の筋肉がねちょっとついていってない感じがあったんで、えー、この 7.88km というかこの 8km 弱のコースをちょっと、えー、もうちょっと走ろうかなと。 で足の筋肉の持久力がついてきたらまた距離を伸ばして9キロ弱の距離に伸ばしていこうかなとそっちのコースへ移していこうというふうに考えておりますで昨日じゃねおとといかな金曜日の夜にプチ断食をしてですね晩ご飯を抜いたんですよねで晩ご飯を抜いて で、それを抜いたとこからですね。あ、これを5日間やってみようと決めたんですね。で、5日間やってみようと決めて昨日の晩もね。えー プチ断食をしようと思ったんですけども、そのジョギングでね、まあ疲れた、体も疲れてるだろうからということで、えー、クエン酸を取るためにね、梅干しを食べました。で、大きめの梅干しを1個、えー、食べて、それと水ですね。だから、えー、晩ご飯としては、梅干し1個を晩ご飯にしていこうかなというふうに考えています。これをね、5日間続けて、えー、どうなるかっていう、えー、体がどう変化するか、どういう感じになるかっていうのを見ていこうかなというふうなふうに思っております。 ということでで今日のテーマです、ね、いろいろなことがプラスに感じるっていうのはですね、えー、プラスの方向を向いてるからかもしれないんですけどもその,その場面場面というかその時起きたことで言うとそれだけ見るとマイナスのこともあるんですけども、えー、結局その、えー、プラスの方向へ向かっていってるなというのをすごく感じます。で えー、そうですねそれをこのものすごく感じますねそのプラスにこう動いていってるとでえー、あとまあまあ、えー、人間関係とかいろんなことを考えるとですねこう振り返ってみるとですね自分のね人生を振り返ってみるとですねそのあの人は。 あれを僕に教えるために現れたんじゃないかなというふうに感じます。ほんで今も縁がなくなってる人も結構いるんですけどもあれを教えてくれたのには、えー、あ,あの人と出会わないと、えー、僕はその気づきを得ることができなかったんでそのために必要やったんやなと。えーまあ自分 主人公論みたいな感じになっちゃいますけど皆さんそういうのがあると思うんですけどもそのなんか、ね、例えばこの、えー、売り上げが、ね、こう上がらなくてアルバイトをこうするとでアルバイトをするんですけどもその時に、えー、あるこうミッションがあると思うんですねそれは、ね、自分で決めたミッションではないですその人生の流れの中で,です、ね、こ,れをこれを経験しておきなさいというのがあるんやと思うんですね でそれが一つ一つこういろいろとこうあるなというふうに思います。でそれをこう僕に教えてくれた時点でもそこは必要なくなるんで、あとはこうやめる方向へこう行くようになる。それがねちょっと僕の場合だとこう、えー、強引に辞めたりとかいろんなことがあるんですけども、うん、やっぱりそのその気づきが必要やったんでしょうね。 気づきが必要やからそ,のそこへ行くように導かれていろんな経験をして結局は自分のものになってですねほんでこうプラスにこう働いていく状態になるということですね。まあ 1一つこう言うとですねまあまあアルバイトでですねレジ打ちをしたんですね。でレジ打ちって別にそんなにしんどいもののように見えなかったんですけどもいざレジ打ちをしてみるとですねなかなかのレジ打ちはレジ打ちの辛さみたいなものがあってですねあ,あこういうものにはそういうしんどさみたいなものがあるんだということを気づかされたんですね。 でえー、それをちゃんと気づいた時点で僕はもうその場所にいてたら、えー、時間の使い方としてはちょっとあまりにもマイナスが多いので辞める方向へ向かっていってたんだと思います。で、えー、ちょっとその上の人と、えー、揉めた感じになりましたけども、えー、無事辞めることができたということで辞めてですねでその経験はしっかり残ってるんでですね、えー、そのレジ打ちをしている人には えー、ありがとうといううい気持ちになる。そのレジ打ちをしてくれるからこそ自分が買い物ができるということですね。であとこういろいろねこうスタッフとして働いてた時にこう下の人の気持ちが、えー、僕は分かる状態ですね。でこれからですね僕はその上の人の気持ちが分かる状態にこれからなっていく。 と思,います思いますというかなっていくんですよね。えー、人を雇っていってってなってくるんでその上の人になるためのね、えー、そのとためのその何て言うんですかね精神状態というかそういうものをこう作り上げていってる状態やと思います、えー。そのことでね、えー、今お店をやってますけどもその家族が手伝ってくれてるんですけどそのことで僕はいろいろと鍛えられてることがあります。 でこれがこう生かされてくるんだろうなということがまあたい分かりますね。ほんで、えー、身近な人ほど油断してしまうんでですね、えー、こうちょっとこうきつく言ってしまうことが出てくる可能性があるんですけどそこはね え身近な人ほどこう気使うことがある程度ね、えー、できるとですねその人を雇った時は、えー、もちろん身内のようにやっていくんですけども身内よりはこうちょっと距離があるんでですねそこにこう、えー、自分の気持ちとしては家族のようにこう育っていくようにこうやっていくんですけども、えー、そこにちょっと一定のね 配慮をこう持ってやるんでですね身内よりもそこはしっかりとできるようになるかなということを思いますんでだから、えー、今すごくねこういろんなことがプラスに流れているなということをものすごく感じましたもうこれはね、えー、こんな10分ぐらいでこういろいろ言えることではないんですけども間違いなくねこうプラスの方に流れていく流れていってるのがもう 実感できますしそううななっってていいくくとこのことはもう一つ分からないというかある程度の大、えー、まかな目標は決まってますけども、えー、そちらへ向かいながらいろんなことがこう派生的に広がっていくんだろうなというふうに感じております。ということで今日は、えー、いろんなことがプラスに流れているということについてお話しさせていただきました。ででは今日ももよっししゃーでいきままょうどううどありがとうございます